はい、どうも、ブリタニアクロスでございます。こちら、ニュータウン2025、今回はこちらね。フリーフォール。敵はボットです。はい。まあ、ちょっと暇なんでね、ちょっとフリーフォールでボット打ちもいいかなと思って、今動画撮影をしております。自分正直 SR 下手なんですけど、あのね、モンハン持ち練習中なんですよ、今更って感じだけど。あ、当たってない。あの、最近ね、あの、なんかクソしょうもないようなね、なんか一人二役で作ったら、なんていうかね、ラジオなんか、あれは結構ね、受けてくれたんで、ちょっと今後は出すか知らんけど、ちょっとね、なんかいろいろとね、ああいう新しい動画をね、出していけたらなと思ってます。なりたいよ、有名実況者みたいに。 SR マネティよし。ということでね、今回はこちら、まあ30ポイントなんですけど、あ、トリックショットの装備を打てればよかったね。まあね、 BO2 やってない方もね、こう BO2 やったら分かるんですよ、楽しいっていうのは。最初ね、自分もね、このゲームどうなんだろうって思ってまして、まあきっかけは友達に言われてやったんですね。まあやったら、あ、面白いってことで、いまだこのもう大体4年前ぐらいのゲームなんですけど、あ、止まってなかったですけどね、いまだやっておられるっていうのがね、不思議というより、なんか、なんでしょうね、までなかった。ああ、最近この、あの、国キャンがね、うまくいかないんでね、最近イライラしてますね。あと、これ、ブリテンクロス、プレマスになったっていうことで、目標が一つなくなったってことで、まあ、あ、ラストでしょ。まあ、今ね、SR をね、金にしてるんですよ。で、どうしようかというか、どうしようかじゃなかった。で、SR をダイヤにしようかなって思って今練習中なんですけど、まあ見ていただけるように分かるように、もう自分下手くそなんでね。こうやって、まあ最後今適当なんですけど、ちょっとトリック装備忘れたんでね、普通に決めちゃいたいんですけど、ちょっとまあせめてなんか変な感じで終わらせて、ダベりながら終わりたいんでね。あの、変なラジオですけど、あの、勝海舟っていう名前してますけど、特に意味はないです。はい。あれを最初ね、自分でね、やるときに名前何にしようかって言ってて、で、結局何にしようかって決まらないで、で、とりあえず名前をね、とっさに言ってみようってことで、こうやって、はい、どうも、ブリテニクロスです、つった後、で、あの、声を変えて、言ったのが、勝海舟です、だけど、なんで勝海舟なんだろう、まあいいや、って感じで始めたんですけど、いや、友達から、なんで勝海舟なんて言われても、どう言えばいいんだろうって、とっさに出たって言ったら、いや、そんなことないよって言われるんですけど、いや、もうとっさに出たとしか言いようがないんだけど、もううざい。普通に決めようか。なんかして。あら、なんかうまくいった。あら、もうな
んかね、変なラジオを続けてもねえって感じなんだけど、そのみんながねしてほしいっていうので、ね、やりたいって感じなんで、やりたいっつうか、まあやらし、まあやってみようっていうチャレンジかな、どちらかというと。ちょっとさっさ決まりや、オーブナイフで終わらしたらさすがにあれだから、いない？もう今夜なんですけどね、最近自分、最近っていうかまあずっとなんですけど、なんかね夜眠れないって感じの人なんで、こうなんかねいつもその行って昼に寝てで夜に寝るみたいなパターンが多いんですけど、なんででしょうね、その夜にしっかり寝るってことができないっていうか、そういうわけでもないんですよね。なんかね、どう言えばいいんだろうね、夜寝ると気分が悪くなるっていうか、そのまあ普通の生活に戻れないというより、もう戻そうにも戻せないって感じですかね、今。俺さっさこれ終わらしたいんやけどね、なんか自分、もう一人の自分がね、これはなんかかっこよく終わらしたいとかいう変な希望がっつうか、そんな欲望があるっていうかね。今ケース G 拾ってちょっとやろうかなと思ってんだけど、まあ皆さんもねこれ BO2 やってくれたら分かりますけど、楽しいですよ、こうみんなとワーワーできて。あら、あら、今バットマンさんがオンラインになりましたね。これ僕のまあ BO2 よくやってるフレンドで、まあリア友でもあるんですけど、まあねこの人相当うまいんですよね、 SR とかも。誰って感じの、もう素晴らしい絵も出してくれるんですよね、バットマンっていう人は。一回あの自分ね、一回あの伝説っていうあの BO2 とか BO2 とかっていうか、まあ BO2 の実況者かな、もうそういった方が早いな。その BO2 の実況者の動画に一回乗ったことあるんですよ、その伝説っていう人の。でその人とバットマンと一緒に行って、そのバットマンがその時にそのスネグリ使えみたいなこと言われて、そのスネグリで一回ねそんなことになっちまったんで、なんかバットマンがすごいかわいそうやなって思ってしまいましたね。はい、ということでこんな話はどうでもいいことで、まあなんか8分もいってるし、なんかちょっと長くなったな。なんかすいません、まともな自分、なんかこうとっさに出すつか話がねこうまとまってない人なんでね、毎回こうもうとっさに出たことを言って話がごちゃごちゃになってしまって、で結局何のことを話してたんだろうみたいな。まあそんなことありますよね、ブリテニクルさん。お前黙れ、勝海舟。はい、ということでもう一人自分が出てきて終わります。皆さんも BO2 やってみてはどうでしょうか。今更だけどもう4年前ぐらいのゲームなんだけどね。では皆さんさよなら、ブリテニクルスでお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。